デールの不益です。今回はですね、長崎にあのアオリイカを狙ってね、来てみました。新製品のイージキューキャスト、ちょいちょいとねリールを巻きながらスイッチするようなね軽いアクションで釣れるルアーエギング、開発担当の園田さんに、教えていただきたいと思います。足の部分、これパタパタフットしていってですね、水の抵抗を受けるとバイブレーションする。パタパタパタ、まあ、色によって、2色用意しました。どちらも、ケームラ仕様なんですよね。こちらはチャート系で、こちらがピンク系で、紫外線で、光るようになってます。あともう一つはこのウェーブモーションボディですね。これが従来の大分型のエギとは違う波動を生むと、プリズムフィニッシュとか、ケームラフック仕様とか、あと、スナグレス進化とかですね。進化ないですからね。進化は内臓です。内臓です。あとはオリジナルですか。 RS ですね。 RS、はい、マンパがついてますけど、まずボトムの感知能力、あ、そうですね、それからボディの保護、それから着底した時の揺らぐアクションのアピール。これちょっと進化しかけてもいいですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。まずこれは 3.5 号ですね。重量は 17g で、進化スピードは RQ と同じ 3.2 秒、そんな感じです。さあ一発目、ちょっと沖の埋まらせを狙って、ちなみに水温は16度ありました。ここはボトムを取ると一発でサンゴでラインブレイクしちゃいます。今日はですね、ボトムを取らない中層の釣り、まあいつも取れませんけど、こんな表面まで浮いてますもんね。レンジの浅い棚を狙ってみます。ちょっとねパタパタフットでね、アピールさせたいときはこうやって糸のたるみを出して叩くようなしゃくりより、ちょっとね引っ張ってあげるようなしゃくりを入れると、前に引っ張られるときにパタパタフットがブルブルっとエビの足みたいにアピールします。揚げのね潮位の高い時間帯に餌取りに結構浮いてることもあるからな、浅いところに回遊してるチャンスもある。浅いとこ乗ってたし、やっぱりパタフタフットすげー、イエーイ、イージキューキャストです。パタパタフットがいい誘いになったと思います。最初にね浅い棚から、狙ったんで、ちょっとレンジ下げて中層より下をイメージして、大きくね引っ張るようにしゃくり上げて抱かすタイミングを長く取るイメージで狙っております。軽くしゃぐってテンションホールでドーンと、抱き方も半端なくがっつり抱いてます。でかっ、がっつり変わってますね。なんか結構砂地っぽいところなんで、その駆け上がりのね手前のあたりが結構ポイント。よくねえぎってボトムを取ってっていう釣り方がね結構ベーシックな釣り方だって言われてるんですが、 EGQ キャストはですね中層をね、漂わせるときにねパタパタフットが、誘いになるので、まあボトムはつけないけれどボトム近くにいるアオリカに見えるレンジまでえぎを送ってシャークってフォールの時にパタパタフットで誘う。ちなみに EGQ シリーズのね、ウェーブモーションボディ、それもねしゃくった時の波動が強く出るんで、ボトム近くにいるアオリイカを誘い出してヒットさせる。ちょっとローリングシャフトなんです。チュッチュッチュッね、あの水を噛むような感じでちょっと気持ち引っ張ってやるようなしゃくりをすると、ドクオークするみたいに EGQ キャストは動くので、それで誘ってその後フォール、パタパタフットがこうやって動いて抱くと、いた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 、さあパタパタフットに誘われてきました。ほら来た、ほら来た、イエス、ガッツリ、
冬の寒いんで深い方を狙ったんですけど、今ね潮がワンドの奥に押している感じだったんで、ちょっと奥のブレーク狙ったんですけど、一発ねついてきました。ちょうどねパタパタフットのある側から、エギのお腹側から抱きに来てここにヒットしてます。アオリイカを誘うねギミックになってます。活性が低いアオリイカってやっぱりあまり距離をね追ってこないんですが、イージー級キャストはねパタパタフットがね結構抵抗になるんで、しゃくってもピッピッピッて瞬間移動みたいに動いて止まる、動いて止まるっていう、捕食ねスイッチが入りやすいね、アオリイカ級エースとねちょっと使い分けられるようなね、アクションです。イージー級キャストはね一回、ある程度カウントダウンで沈めて、リールをこうやってゆっくり巻いてストップ、ゆっくり巻いてストップ、ね、こんなね昔ながらのねただ巻きの、釣り方でもねパタパタフットがアピールするので釣れます。ただ巻きの時はこのぐらいのスピードでねハンドルを1回転をね3秒から4秒ぐらいのデッドスローに巻くと、演技がそのまま水平移動するようなイメージです。沈下スピードだけを見るとね、アオリイカ級のスタンダード変わんないんですが、イージー級キャストはね、しゃくった時に上に跳ね上がるアクションではないので、一旦レンジを下げてしまえば狙ったピンスポットを探れるので、ただ釣れちゃう。ラインの角度に対して風が真横に、当たってね、糸が引っ張られるような時はね逆にスーッとエギが中層を越えてなびいていくような時もパタパタフットがねアピールするんで、いい誘いになっちゃいます。来ましたね。ちょっとまだ水温低いんで当たりはあんまりわからなかったですけど、横風が強いんでもう、まあ、糸吹きを巻いてもパタパタフットがいい感じに抵抗となってポイントを外し、非常に横風に強いエギだと思います。キロアップです。いいサイズですね。ドスンときましたよ。今度はイージー級キャストオリーブで狙っております。こっちはねあの潮のね入ってきた行き止まりのエリアで狙っております。来た来た、一発目一発目一発目、いきなりフォール中にパタパタフットがイエーイ。さあ今の一杯はですね、フォールした後にですねラインが少しはらんで引っ張られてたんで、エギの当たりを取ってみたらもう釣れてました。パタパタフットがしゃくらずともアオリをゲッツです。おはようございます。ジュエルプロスタッフの奥駅です。本日はですね、新製品のイージー級キャスト、これを使ってですね、のっこみのアオリイカをバリバリ釣ってみたいと思います。ちょんちょんと軽くダートさせてパタパタフットでいいんじゃねえの。どうめでしたね。ました。今ですね新しいポイントに入ったら、1投目、ちょっとね、あの軽くね、ちょんちょんとドイツするように寄せてきたらですね、アオリイカがついているのが確認できたんですが、その後ねちょっとねデッドスローに巻くというかね、竿を少し引っ張ってやるような感じでパタパタフットが動くようなのをイメージしたら一発で抱きました。ゲッツです。煙で釣ったので今度はグローブ。はい、ちょっとね、
今ですね、ちょっと長くですね、ステイさせていたんですが、ちょっと潮が効いて、ね、駅が引っ張られてるような感じなんですが、パタパタとか泳いでいて、勝手に浴びる季節です。可愛いサイズなんで、またせっかく離してあげるんだったら、なるべくね、水面の近くで、生存率が上がるように離してあげるといいと思います。ちょうどね、今、揚げのね、解除スケジュールなんですが、こういったね、ちょっと外に面してるね、バンドの入り口のね、駆け上がりなんかはね、結構いいポイントです。かなりね、水深も深いんですけれど、僕は基本ボトム取らないんで、しゃくった後、こうやってね、潮の行ったり来たりで引っ張られた時なんかにね、パタパタして、プルプルプルっと手をさせていってもね、こうアピール。コインカが出ました。ただサイズは小さいですけれどもね、キャストしてボトムについて、軽く、スイッチしようと思ったらもう乗ってました。多分このパタパタがアピールしてたと思います。これ下から抱いてるんですよ。これパタパタフットのついてる側から抱きついてるんで、しゃくった後にね、ステイ。ちょうどね、波が行ったり来たりでパタパタフットがブルブル動いてる時にゲッツです。イエーイ。今日はですね、イージー級キャスト池内さんに案内していただいて、はい、バリバリ釣りたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。で、早速のヒットです。オリーブカラーでシャドウの方を攻めてきたから、ね、じゃーん。深いところと浅いところの狭間だったんですが、グイグイ組手の立ってるやつを狙ったら一発です。ました。イエーイ。もう一回。さらに強一か。イエーイ。さあ、いました。パタパタフット効いてんじゃね。今回はですね、春の込みのアオリイカを狙って、かなりね、ちょっと早めにフライングしたんですが、かなりいい思いができました。ぜひ手に取ってみてください。